物体の形や大きさによって落下速度がどう変わるのかを実験してみます。一番右側はコピー用紙を正方形に切ったものです。一辺が21センチです。この紙を利用していろいろ折り曲げたり丸めたりして落下速度がどう変わるかを比較してみます。2番目はその紙の周囲を折り曲げてカップのような形にしたものですね。3番目は紙を丸めてギュッと固くですね、小さくしたものです。4番目は紙飛行機のように折って先の方をちょっと折り曲げています。こんなものを用意しました。この4つで落下速度を比較してみます。まずはじめは紙です。ほぼ水平にして手を離します。3、2、1、0。およそ 2.7 秒かかりました。ひらひらと落ちていきました。2番目はカップのように折り曲げたものです。これも水平にして手を離してみます。3、2、1、0。およそ 1.8 秒かかりました。先ほどの紙よりはやや早いということがわかりますが、安定して落ちていきました。3番目は紙を丸めたものです。3、2、1、0。0.8 秒ぐらいでした。先ほどのものに比べて早く落ちているということがわかります。4番目は紙飛行機のように折ったものをこのように縦にした状態から手を離してみます。3、2、1、0。0.7 秒ぐらいです。先ほどの紙を丸めたものと大体同程度かやや早いということがわかります。紙の折り方によって落下する速度が様々に変わることがわかりました。その形、そして大きさ、こういうものによって落下速度が変わるのです。で、今回この4つは全部同じ重さですけど、重さは重くすればするほど早く落ちるということもわかります。例えばクラスで紙を決めておいて、その紙をいろんな折り方をして、できるだけ早く落ちる形、あるいはできるだけゆっくり落ちる形というのを競争しても面白いかもしれません。チャレンジしてみてください。